こんにちは、経済ナビ北海道です。世の中にはある需要に特化したさまざまな市場があります。ニッチとも呼ばれるそうした市場でトップに立つ企業はどんな強みを持っているのでしょうか。札幌と十勝の2社を取材しました。先月、札幌市内の学校で開かれた中高生対象のものづくりイベント。ものづくり企業や大学などが出展しました。右手に壁があって、で ある教室を覗いてみると、梱包用のバンドを使った椅子作り体験が行われていました。みんな一心不乱に手を動かしています。もともとものづくりが好きで、それでこの椅子編み編みするの楽しそうだなとか思ったので来てみました。市村っていうのは自分たちの使っている机や椅子の会社で、自分たちの身近なものであるっていうのと、それで地元の企業っていうので興味を持ってちょっと体験してみました。この会社は札幌の市村。学校向けの机と椅子の製作で道内シェア7割を占めています。やるべきことをきちんとやってきた、その結果がこういう形になって現れていると思います。創業から8年後の1961年に学校向けの机と椅子作りを始めました。木製が主流だった製品のフレームに鉄を採用、強度を高めたほか、木材に比べて価格が安い鉄を使うことでコストダウンにつなげました。今は平均で年間2万セットの机と椅子を作っています。鉄を加工するパイプ類、それから木工製品、これをすべて一貫生産しているのは多分当社だけだと思います。木と鉄両方の加工ができる強みを生かし、実験台や本棚、キャビネットなど学校で使われるありとあらゆる重機や備品を作ります。安全で丈夫なものづくりのノウハウが評価され、幼稚園や老人保健施設、商業施設などそれぞれのニーズに合わせた製品の受注も拡大。空間プロデュースも手掛けます。ちなみに4万2000席余りの札幌ドームの観覧席を作ったのも市村です。そんな市村が抱える課題が、生徒が減ってくるのと、ある程度学校が統廃合で新しくなった後はやはり需要は減ってくると。新分野への挑戦としてデザイン家具の制作も本格的にスタート。今年4月にリリースした最新シリーズの一つがこのあやとり。名前の由来は一目見ただけでわかります。あやとりシリーズの制作を一手に担っているのがベテラン職人の村角さんです。溶接自体はそうでもないんですけど、やっぱ仕上げ、きれいに仕上げる部分がすごい苦労する点ですね。だいぶ違いますね。自分のスキルも上がるし、でどういう形になるのかっていうのがすごい楽しみですね。よりデザイン性の高い製品開発を見据え、去年8月には曲面など複雑な立体加工ができる最新式のボーリングマシンを導入。道内にはまだ数台しかないそうです。より付加価値の高い製品を大量に作るっていうことができる機械です。データ変えるだけですぐできるんで、試作重ねながら加工するとかっていう時にはすごい便利です。学校向けの製品作りをベースに新しいものづくりに挑みます。今まで培ってきた技術が生かされる分野というところに、やはり少しずつターゲットを振り向けていって、で今まで7割8割の教育関連の売り上げがやはり 50-50 ぐらいにしていきたいなと、そういうふうに考えております。お知らせの後は後発からトップメーカーに
農業王国十勝のメーカーです。